今回解説する生物は、トンボに似ているが、前述の通りトンボではない。こう見えてトンボより、セミに近い仲間だそうだ。トンボによく似た、姿をしているのは恐ろしい。ハンターのトンボに、姿を、似て襲われにくくする、狙いがあると見られている。そして、激レアと表現したのは、この虫の成虫が、地上に現れる条件に、関係している。非常に面倒な条件を満たさねば、出てこないのだ。ある程度涼しく、霧が出ている日を察知し、幼虫は地上に現れ、交尾を済ませると、1日程度で、寿命を迎えるカゲロウみたいな、生態をしている。白い体のため、霧が深い中探すのは、困難を極める。